はい、皆さんこんにちは。今日は Q&A コーナーの時間がやってきちゃいましたね。ということでこのコーナーはですね、皆さんからのバイクに関する素朴な疑問ですね、質問などをですね募集していてですね、それに対して私がですねそれを適当に回答するんで、間違ってた時はですね皆さんがですね違う違う本当はこうだからってコメント欄に書き込んでいただくという形でですね、疑問を持っている方のですね謎に回答していく、そんな感じのコーナーになっております。ちょっとですね最近、まあ、回答はすごくしてるんですけど質問の数が多くてですね、現状今回ナンバー23なんですけども、ただナンバー14の動画に回答している状態になっちゃってます。なので質問を投げかけていただく方はこの動画の Q&A 欄に質問を投げていただければいいんですけども、それに際して少し時間がかかりますよっていうのをですねご了承いただければと、急いでないクエスチョンだけ投げていただければいいのかなというふうに思っています。そしてちょっとこれからあまりにも溜まってきてしまったので頻度を上げていきます。アップロードの頻度、ちょっと具体的にどれぐらい上げますっていう話はしませんけども、少しスピードアップしてアップロードするようにしますんで、その辺も含めてですねよろしくお願いいたします。それでは早速今日も行ってみたいと思うんですけども、最初の質問ですね。ファイナルセローに乗ってます。少しでも軽量化したいのと見た目をスッキリさせたくてキャニスターを外したいと思っています。取り外すと燃費が悪くなったりするのでしょうか、島田さんのご意見を聞きたいです、ということなんですけど、燃費は悪くならないと思いますよ。基本的にはその揮発するガソリンを回収するというか、要は環境対策でついてるものなので、まあそんな目に見えてガーンと燃費悪くなったということはないのかなというふうには思います。ただ当然環境負荷は増えるというふうに考えていただければいいのかなというふうに思います。さあ次の質問いきます。絶版社の話ですが、島田さん的に商売一揆 100% でこいつをリバイバルすれば大儲けだぜってバイクを各メーカー前に教えていただきたいです、と来てますね。まあこれね、実際各メーカーもやっちゃってますよね。例えば川崎さんだと Z をリバイバルしてるでしょ。あれだって多分こいつをリバイバルすれば大儲けだぜだったと思うのと、そして鈴木さんも刀をね、要はその昔すごく流行ったものに対して出してくるという形で刀を出してきてたりとかしますけど、実際はですね個人的な意見ではリバイバルをすれば大儲けなオートバイっていうのはないかなと思います。商売機 100% の話していいんだったらば無理ですね。なぜかというと、まずは世界的にみんなが愛してる車両しかダメなんですよ、リバイバルって。でそれは日本で売れてもしょうがないっていう言い方をしたらすごく酷なんですけど、商売機 100% の答えろっていうんで、商売機 100% の答えなんで愛はないですよ、この回答に。残念ながら愛はないんですけども、要は世界的に流行ったものしかできない技なんですよこれ。世界中の人が時のあれは良かったねっていう風に言ってくれるものをリバイバルしようと思ったらですね、もう各メーカーちょこちょこやっちゃってますね。なのでそういった意味ではですね、今ここでリバイバルをすれば大儲けになる車両っていうのはですね、特にヤマハはないんじゃないですかね。思い当たる節がないですね。例えば国内ですごく人気があったオートバイとしたら、例えば RZ250 とかね、すごい人気ありましたけども、シリーズなんかも2ストローク2サイクルのオートバイだったからこそ魅力があったものなので、たとえそれが高性能なエンジンを積んで同じようなコンセプトで出てきても、昔みたいにドカンと売れるっていうことはですね起こり得ないので、そういう意味ではですねなかなか難しいかなというふうに思います。そして思い当たる節はですね、もうすでに各メーカーやってしまってるかなっていうふうに思ったりはするので、なかなか難しいのかなという回答になります。さあ次いきますよ。燃料メーターについて質問です、と。例えばタンク容量10リッターでメーターが5メモリある場合、お、いい質問ですねこれ。メーター1メモリはそれぞれ2リッターなのでしょうか、それともメモリごとで容量の目安に差はあるのでしょうか。 NMAX に乗っていて30キロちょっとしか走っていないはずなのにメーターが1つ減ることがあったので気になりました。もしかしたら自分の運転がよほど燃費悪い運転なのでしょうか、というふうに質問が来てるんですけど、これはですね知ってる方もそれなりにいるんじゃないかなとは思うんですけども、燃料メーターはめちゃくちゃ適当です。そういうふうにですね考えてください。あまり真に受けてですね燃料メーターを当てにしてるとですね、まあ、いろんなことが起こるということなんですけども、例えば車両によって随分違いますけど、一般的には満タンから一目盛り減るまでの間っていうのはですね結構容量が多いです。で昔のバイクだとこう浮きを使ってたんですよ。浮きを使ってて、今のバイクもまあフューエルポンプの中にこういう上下にエレベーターみたいに動く浮きがついてるんですけど、それが一番上にいる時っていうのは満タン表示なんですよ、燃料が。ただその浮きが一番満タンになってからさらに上の部分にまだガソリンっていっぱい入るんですね。でそれはタンクの形状の問題だったりとかっていうのがあって、そのガソリンタンクの一番頂点にその浮きが来るようにね、一番上と一番下でそういう浮きをつけることができれば正確な燃料表示っていうのができるんでしょうけども、それだと
すごくポンプが大掛かりになったりとかデザインに制約が出たりしてしまうので、そういう意味では燃料の浮きっていうのはですね、最初しばらく燃料が減らないと満タンから一目ぼれ減るっていう状況が起きづらいっていうのが大体のバイクのパターンです。そして割と大げさめに燃料がないですよってライダーに警告してくれるので、一番下に下がる前にもうないですよっていう警告を出してくるので、相当アバウトだと思っていただければ。で、感覚としては最初の一目盛りが減ったところで燃料の3分の1ぐらいはもうなくなってるって思った方がいいです。この5目盛りだったとしたらね。そしてその真ん中の2つ3つの目盛りっていうのは割と適当だと思ってください。で、ある程度鈍く作ってあります。燃料系がこうやって動くとすごく気になるので、ある程度鈍く作ってあるんですよあれ。なのでそういった意味ではですね、例えばブレーキかけて燃料が偏った時にいちいち燃料上がったり減ったりしたらね、みんな戸惑っちゃいますので、そういう意味でメーターっていうのはかなりアバウトに作ってあるので、もちろんカラーっていう表示が出たところで燃料入れに行けば全然問題はないんですけども、それを目安に今何キロで何メモリ減ったからっていう風な考え方をするとですね、これはですね多分どっかでガス欠してしまったりとかっていう可能性があるので、かなりアバウトなものだという風に認識していただければいいのかなという風に思います。ちなみに車とかって昔は電圧計っていうのがついてました。バイクでも一部ついてるのありますよ。マジェスティとかね、メーターのボタンを押すと電圧計の表示に切り替えることができたりするんですけども、電圧計っていうのはやっぱりすごくその上下するので、そこに対してですね、やはり一喜一憂するユーザーの方が多かったので電圧計がですね車から排除された、つかなくなったというですね、そんなエピソードもあったりしますんで、メーターというのはですねある程度の目安でしかないというふうに考えていただければいいんじゃないでしょうか。さあ次いきますよ。先日はショップでオイル交換した際にチェーンが伸びてると言われました。別途工賃がかかるとのことでそのまま保留しました。そこで思ったのが、タイヤ交換をする動画を見た際にチェーンが外れていたので、ショップにタイヤ交換を依頼しタイヤを取り付ける際にチェーンをつけるもしてくれているのかなと、それなら一石二鳥かなと思ったんですが、あまり細かいことを聞くと不快な思いをさせてしまうのではと思い、ショップには聞けませんでしたということなんですけども、基本的にはタイヤを交換した時にチェーンの調整は必ずすると思います。よほど特殊な車両以外は、肩持ちのとかね以外は、基本的にはその外すのにやっぱりチェーン緩めなくちゃいけないので元通り、貼っていくという形になるので、確かに解釈の通りだと思います。ただここにですね大きな違いがあって、タイヤ交換を依頼するわけですよね。基本的にはこの話の場合タイヤ交換を依頼すれば、そこに対してチェーンの調整もおまけでやってくれることになりますよねっていうことを言ってると思うんですけど、もう答えはイエスなんですよ。おまけでやると思います。ただしチェーン調整に対する責任っていうのはお店には発生しないですよね。工賃をそこに対しては払わないわけですから、例えばチェーン調整ってチェーン調整してください、わかりましたってチェーン調整してるだけではないわけですよね。基本的にはその清掃したりとか給油したりとか、あとは例えば調整だけでもですね、チェーンって均等には伸びないんですよ。長い部分短い部分って出てくるんですよ、チェーンがね。これちょっとピンとこないかもしれないんですけど、そういうもんなんですよ。だから例えばここで調整するとちょうどいいんだけど、少しタイヤを回転させるとゆるゆるになっちゃうとかっていう形のことが起こり得るんですね。でチェーンの調整をしてくださいとかっていう場合は、それを仕事として依頼として受けてるので、基本的にはチェーンは今こうなんだけど、ここのところが長くてここのところが短いからもう変えた方がいいですよとかっていうアドバイスがあったりとかっていうことが、基本的にはもう半分義務的に起きるというか、お金もらってる以上、そういうところまできっと見てくれると思います。ただ、あくまでタイヤ交換がメインであった場合は、ほどほどの無難なところに調整はしてくれるでしょうけど、そこに対してのコメントをですね、まあ親切で、チェーンそろそろ変えた方がいいよとかね、これなんかちょっといまいちだよとかっていう話はしてくれるお店もあるかもしれませんけども、あくまで義務ではないので、この質問者の方がどこのお店に持っていくかっていうのにもよるとは思いますけども、普通にお金を払ってチェーン調整してくださいっていうふうに、頼んだものと同じものが来るというふうに解釈すると間違いです。無難な位置に合わせてくれてるだろうぐらいに考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。さあ次いきますよ。唐突な質問ですが、ボルトって売れてるんですか？最近噂を聞かないけれど、今度レベル1000が出るとか話題になってますが、アメリカンとかクルーザータイプのブームがまた来そうな気がしています。多分潜在的な需要ってずっとあって、うまく火がつけば爆発するんじゃないかと。ボルトはちょっと早すぎたのか、それとも何か欠けていたのか、それとも実はそこそこ売れてるとか、失礼な質問で申し訳ありませんとあるんですけども、爆発的には売れてないですけども、堅調に売れています。そして結構ね、中部地方で売れるバイクですこれ今のところ。なので、静岡とかあっちの方でかなり台数が出ている。関東圏だったりとか関西圏はまあほどほど、少ないわけじゃないですけどね、そんなにバンバン売れてるようなバイクではないと。ただ地域性が出やすいということですね。はい、その時のトレンドに、例えばその東京とかその辺っていうのはすごく敏感にその出るんですよ、販売台数がね。
流行ってるものが売れていくっていうのはですね、多い傾向があるような気がしますけども、そうじゃない外れてるもの、だいたい今だとじゃあ 250cc のねフルカウルのレプリカモデルだったりとか、そういったものが基本的には今までのトレンドだったと思うんですけど、やっぱりそういったところにすごい偏るんですよね。であとはレベルも250が、ホンダさんが出して、あれはすごく台数売れてますね。なので非常に売れ行きが悪いわけではないんですけども、今トレンドには乗っていないので、なぜか、その辺で今人気はすごくありますけども、全体的には普通なのかなと。すごい売れてるわけでもなければそんなに売れてないというわけでもないぐらいの感じで見ていただければいいのかなと思います。ちなみにいいバイクです。なので例えばこれ何か問題があったのでしょうかという、何か欠けていたのかっていうのがあるんですけども、欠けていたとすればハンドルポジションですかね、をその人間を含めてデザインしちゃったんですね。すごい嫌な話しますけど、人間を含めてデザインしてます。乗った人間も含めてかっこよく見えるように作ってます。ただこれって少しギャップがあって、変な話、あくまで仕事商売の話をすると人間を含める必要はないんですよね。なんでかっていうと、そのまあこれ僕の意見ですよ、乗ってる人っていうのはかっこいいと思って乗ってます。普通はかっこいいオートバイには、俺かっこいいだろと思って乗ってるわけです。かっこいいオートバイにはね、みんなそうでしょ。ビジネスで乗ってるようなオートバイとは違ってね、自分で好きでお金払って一番かっこいいと思って乗ってるオートバイっていうのは、基本的にはかっこいいと思うオートバイを買って、かっこいいと思うヘルメットをかぶって乗ってるので、自分がかっこいいと思って乗ってます。だからガラスに映る自分を見てウフフってなったりするわけじゃないですか。ですよね。だけどボルト自体はその少し前傾になるんですけど、前傾になることによってその外観がかっこよくなるんですよね。乗ってるライダーを含めて街をブーンと走っていくバイクを見て、おかっこいいなボルトって思うのは、乗ってる人がそれなりに我慢をして乗ってるんですよね。ポジションが結構前傾なので、ああいうバイクで前傾にするよりも、ああいうバイクは乗っててちょうどいいポジションにした方が少しかっこよくなくなりますけども、売れ行きは上がると思います。要はポジションがちょっときついって話ですね。またがった時に、ああちょっとハンドル遠いなとかっていう風に思われてしまうとですね、やっぱり売れ行きとしては少しこう落ちてくるのかなと。特に新車を買える年齢層の方々っていうのは少し楽を求めたりはするので、なのでそういったところではですね、こだわりがまあちょっと恨めってんのかなっていう気はしますけども、どうせポジションが楽だろうがかきつかろうが本人はかっこいいと思って乗ってるわけですから、それはそれでいいんです。はい、そういう風に楽しむのが正しいオートバイの楽しみ方だと思うので、という意味ではですね、あえて言われるとそこかなとは思いますけども、ただハンドル変えるだけで直っちゃうんで、別に本当に欲しければ買ってるかなっていう気もしますけどね。はい、次、バイクのタンクやフューエルリットのコーションラベルは剥がしても車検など問題はないでしょうか。大切な内容が書いてあるのは分かるのですが、目立つところに貼ってあるのでできれば剥がしたいです。メーカー直営店の立場としては剥がしても良いとは言いにくいかもしれませんが、車検前や下取りに出す前に貼りさえすれば良いものでしょうか。まあいいんじゃないですかね、自分のバイクですから好きにやってください。車検には多分そんなところ言われないと思いますよ。見たことないですね、それで通らないっていうのは。大丈夫だと思いますけども、どうぞお好きにしていただければいいのかなと思いますけども。さあ次行きたいと思います。バイク素人ですが、バイクも車もタコメーターのレッドゾーンは何のためにあるのでしょうか。通常レッドゾーン前でレブリミットがかかり、レッドゾーンまで回らないのですが、あと夜ヘッドライトをハイビームにしても対向車が来るたびにロービームに切り替えています。田舎道など走る際は危ない場所もあります。対向車を無視してずっとハイビームでもいいんでしょうか、というふうにいただいてますね。まずですね、タコメーターのレッドゾーンはなんて言ったらいいですかね、回っちゃうやつは回っちゃうんですよ、まず。で、回らないやつは回らないんですね。ただやっぱり皆さん針のメーターすごく好きなんで、でこういうものっていう風に決められてしまってるんで、たとえそれがいらなくても欲しいっていう方がたくさんいます。だからそういう意味も含めてついてるという風に考えていただければ、例えばその下り坂なんかで、低いギアに入れすぎるとですね、オーバーレブするわけですよ。たとえアクセル開けてなくてもね。そういう意味でもですね、まあそんなの見ていちいちどこどこっていうのはないと思いますけども、基本的にはそういう理由でついてるのかな。半分デザインもありますけどね、と思います。時計の文字盤って、11、12、6、ね、9、3書いてあるでしょ?でも、それってなくてもわかるでしょ?だって、一番上が12だし、隣行きは3だし。で、まあ、下向いてね6なんですけど、ただ文字盤ついてますね、というふうなぐらいのレベルで考えていただければいいのかなと。時計のなんかちっちゃいのいっぱいついてるんじゃないですか、なんていうんでしたっけあれ、ダイバーウォッチとかね、いらない針、本当にダイビングする人は使うかもしれないですけど、いらない針いっぱいついてるんじゃないですか。ああいうのと一緒でついてる方がデザイン的にいいという部分の側面も車種によってはあるのかなと。オーバーレブしないモデルにとってみればあるのかなというふうに思ったりはします。そしてヘッドライトの質問、夜ヘッドライトをハイビームにしていても対向車が来るたびにロービームに切り替えてますと。ただそれやんなくていい、
田舎道など走る際は危ない場所もありますってありますけども、やらなかったら相手の人が危なくなるんですね。そして田舎道でハイビームにしなきゃ危ないぐらいの場所にもかかわらず対向車から幻惑されたらですね、本当に相手の方あの崖から落っこっちゃうかもしれませんので、これは頑張ってロービームにしてください、対向車がいる場合は。でそんなに長いことかかりませんから、今車はオートマチックのハイビームがだんだん流行ってきてて、ヘッドライトに LED を採用するようになってから相手がいるところだけロービームに切り替える機能が、最近つき始めてます。 LED の光っていうのはまっすぐ飛ぶんで、相手の目の幻惑する部分だけをですね外して照らせるヘッドライトというのが出てきてます。でオートバイもどうせ遅かれ早かれそうなると思います。なのでそれまでの間はですねちょっとあの頑張ってですね、対向車はもうハイビームを食らいたくはないでしょうし、逆にもうここ道怖すぎてさちょっとハイビームにさせてよっていうところでいきなり対向車からハイビーム食らって前の視界がなくなったらですね多分びっくりしちゃうと思いますんで、そういう理由でロービームに切り替えてあげてください。さあ次いきますよ。バイクってシートくらいオプションで変えるとかできないんですか？例えばスクーターだったら身長高いからシート上げてシート下の容量を増やそうかなみたいな。アドレスがフラット仕様もあるしヤマハさんもやってほしい。私は身長190センチあるからシグナスとか車体の下にガソリンがあるタイプは足が窮屈でっていう風に書いてありますね。そうですね、例えばシートだけでできるものだったらありなのかなというふうに思うんですけども、なかなかねそういうわけにいかないんですよね。バイクって基本的には重心というものがあってですね、安全に乗るためにこの辺に重心を置きましょうっていう時にバイクに乗せるものの中で人間が一番重たいので、それが簡単にポーンと高さが上がってしまうとですね、質問者さん身長高いと思うんですけど、じゃあシート下の容量を一気に増やしましょう、このシート下容量アップシートっていうふうにですね例えば作って、その方がそれまたがってですね乗る位置が高くなったら一見楽になると思うんですけども、多分すごい乗りにくいオートバイになってしまう。だからそういう設計重心みたいなものも実はあってですね、あのそう簡単にはいかないんですよね。若干のね1センチ2センチとかっていう話だったら、そのアドレスのフラット仕様っていうのもそうですし、ジョグなんかでもですね昔からあるんですよ、そういうジョグプチとかね、シートが低い仕様とか。なのでやれる範囲はやってるけれど需要がないところにはやってないっていうのもまあ実際のところだとは思いますけども、まあそんな感じかなというふうに思います。さあ次の質問です。並行輸入車逆輸入車のメリットデメリットを教えてください。3代目のバイクで XTZ125 を検討していたのですが、輸入車ということで国内正規のサポートを受けられないと聞きました。このような場合整備するスキルがなければ維持していくのは厳しいでしょうか、ということなんですけども、信用できるお店さんがあれば大丈夫だと思いますっていうのが回答ですね。並行輸入車を扱ってるお店さんで買おうと思ってるお店が信用できればいいのかなと思います。並行輸入車ってとにかくその車体番号管理がないところがすごく難しくて、部品が頼めないんですよ。だから例えば転倒してじゃあヘッドライトが割れちゃったとしますよね。その時にヘッドライトが欲しかったとしてもヘッドライトの注文ができなかったら修理ができないわけですよね。だから何か違う適当なヘッドライトをつけてよっていう形でね、あのヘッドライトだったらまだ対処できるかもしれませんけども、メーター割れちゃったりとかね、じゃあコンピューター壊れちゃったとかね、そういう話になった時にどうにもできなくなるんですね。で並行輸入車って基本的にはどっかの海外で買ってきてるだけなんですよね。だから仮にじゃあインドネシアからの並行輸入があったら、インドネシアのその辺のお店でバイクを買ってきたっていうのと一緒で、車体番号での管理がないので他のお店がそのバイクの部品頼みたくてもどうにもならないんですよね。だから A っていうお店で並行輸入車を買ったけれど引っ越しして B っていうお店に来ましたと。で B のお店も並行輸入車扱ってるからこの XTZ なんとかしてよって言った時に、 A で買った並行輸入車の部品が頼める可能性っていうのが結構低いんですよ。だからそういった意味で非常にですね難しいっていうのあるんですよね。なのでやっぱりお店とちゃんと相談してからやらないと維持していくのは厳しくなってくるっていうのはですね実際にあると思います。買ったお店とずっと仲良くしてれば別にそんな問題にはならないのかなっていう気がします。さあ次の質問いきますよ。バイクの時計が気がついたら45分ほど早く進んでいました。いつからなのかはわからないのですが、つい先日電熱ウェアを取り付けるためにバッテリー端子を外したのでそこで何かやってしまったのではないかとビビっています。考えられる、原因は何かありますか、というふうに書いてあるんですけども、まあ、多分単純にバッテリー端子を外した時に、まあ、車種が分かんないですけどね、たまたまね時計が当然その間リセットされて、それを端子をはめた時にたまたま45分ずれた時間だったんじゃないですか。要は仮にそのバッテリーを外してまたくっつけた時に時計がリセットされて1時にスタートする時計だったとしたら、それをたまたま12時15分に作業が終わってくっつけた場合45分間進んでしまいますよね、時計がっていうだけの理由かと思うんですけども、僕もこの前普段しない時計をですね、動くと巻く時計ってあるんじゃないですか、電池で動くやつじゃないやつをたまたま普段使ってないもんで曜日とか日付を合わせ直して、使ってないと止まっちゃうんですよね、ああいう時計って。なので合わせ直したらなぜか
曜日が翌日になってたんですね、しばらくしてみたら。したら時計屋さんに、これ12時過ぎたからじゃないですかって言われて、合わせてからね、夜中の12時になってんじゃないですかっていう風な感じでですね、似たような経験してますけども、はい、そういう理由があるんじゃないかなと思います。さあ次、ガソリン車の新車販売を2030年半ばまでで禁止すると最近ニュースがありましたね。バイクも新車で買えなくなるのかと頭にきました。車はこれから電気自動車にシフトしていくと思うけれど、バイクは実際どうなんですか？ハーレーが電動バイクを出して話題となっているけれど、国産メーカーもそういう流れになっていくんですかね、ということなんですけども、これはなっていくでしょうね、間違いなく。でこれはですね、もう世の中のことなんで、まあどうにもできないんですよ。で今はいろんな事情があってバイクとか車のね電動化ってなかなか進んでいかないですけども、ただやっぱりこれ話するとちょっとね、その環境意識が高い人たちっていうのはまたすぐ電動にしたから環境にいいと思うなよっていう話になっちゃうんですよ、これ、この話すると。なんですけども、ただ世の中はそういうトレンドになってます。排気ガスが出ないものに乗り物を変えていきましょう。でそれがじゃあ火力発電で作った電気で使っているのか、もしくはその原子力発電で作った電気使っているのかっていう話とかいろいろ出てくるとは思うんですけども、基本的にはそういう流れには必ずなっていきます。で昔はオートバイっていうのは単気筒ばっかしかなかったんですよね。だけど単気筒2気筒ばっかだった時に4気筒が出た時に、その時の人たちっていうのはあんなになんか滑らかなもんはもうバイクじゃねえだろうと、バイクっていうのは2気筒なんだとかね、単気筒なんだっていう風な、それこそお前ね鉄の馬なんだからみたいな話があったけれど、今当たり前みたいに4気筒乗るわけですよ。ということで時代が進んでいけばこれはもうどん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 ね、そうなっていくものではあります。で新車で買えなくなるのが、じゃあ極端な話2035年だったとしても、それ以降皆さんもう乗らないんですかっていう話をしたらですね、多分そこで本当に好きな人は買うと思いますし、そこから大事にしときゃずっと乗れるわけですよ。だから新しいものっていうのがボンボン出てくるっていう時代ではなくなるとは思いますけども、その頃には皆さん何歳になってますかねっていうところも考えていくとですね、逆に初めからもし本当にエンジンが素晴らしいものなのであれば、ガソリン車が素晴らしいものなのであれば、それを免許取れる年齢で乗ることができている今の皆さんっていうのはですね、とても幸せなことなんですね。それを例えば何十年後かに皆さんの孫の世代の人たちがですね、誇張されて伝えられたエンジンの話を聞いて、いいよな、みんなもうその自慢話は聞き飽きたよと、俺たちは電動しかねえよっていう風にですね感じてしまうことがあるかもしれないです。2ストロークのねオートバイが今そうですよね。昔2スト速かったってみんな言うわけじゃないですか。その時に若い方たちは、まあ、そう言うけど俺たち乗れねえし今っていうね感じになってるというのと同じでですね、しょうがないんです、こういうのは。どん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 世の中がそういう風になっていくのでと思います。さあ次いきますよ。島田さんこんにちは。私は今16年式の R25 に乗っています。最近カウルのビビリオンが気になってきました。ネットで調べると干渉している部分にスポンジを貼るなどの対処法が書かれていましたが、他にはどういった対処法があるか教えてほしいですっていうことなんですけども、まあ、スポンジ貼って収まるならそれでいいのかなとは思いますけども、どこがビビってるのか分かんないですけどね。もし嫌であればビビってるカウルの周辺のカウルのネジを全部一回緩めて少しだけね、そして、もう一回締め直してみるとかっていう風にしてですね、適切な位置にちゃんとつけているかどうか、例えば何かの理由でカウルをつけたり外したりを繰り返してだん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 ずれていったりすると思います。そういったのでビビリオンが最近出てきてしまってるという可能性もあるので、特にスポンジを貼るっていうことぐらいですから、どこがビビってるかは分かると思いますんで、その周辺のカウルを一回全部ボルト緩めてまた締め直してみたりとかですね、そういうことをやってみればですねいいんじゃないかなという風に思ったりはいたします。まあそんなわけでですね、今日は、まあ Q&A コーナーという形でですね、まあ私の至らない部分はですね、有識者の方々がですね、プラスしてくれますからきっとね。というわけで、これ今ナンバー14の動画に回答してるんで、質問はナンバー14の方に皆さん書いてくれてるものなので、この回答にですね、何かこうご意見がある方はですね、要は本当はもっとこうだよとかっていうのは、ナンバー14のところの質問欄を探していただければですね、直接その方にですね、ためになる回答ができるんじゃないかなというふうに思ったりはします。今日はですね、この辺でおしまいになります。この動画にですね、質問がある方は書き込んでいただければですね、少し時間かかると思いますけども、順次このように回答していきますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。この動画がですね、バイク乗りの皆さんのですね、お役に立てることを祈っております。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。